皆さんこんにちは、徳田圭です。今回は URL について初心者向けに基本的なことをご説明しようと思います。 Web プログラマーはサービスをどのような URL で公開するかを設計するために URL の仕組みを理解しておく必要があります。ここでしっかり URL の仕組みを理解しておきましょう。この動画では URL とは何か、 URL の形式といったことをお話していきたいと思います。今回もフルスタックエンジニアを目指す上で役立つノウハウをお伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず URL とは、ウェブページの場所を示すアドレス、住所のことです。すべてのページに固有の URL が付けられています。この URL をブラウザーに打ち込むと、そのページが表示されます。もし URL が間違っていたり、ウェブページが削除されていて見つからない場合は、このような Not Found Error が表示されます。URL の正しい形式はこのようになっています。普段よく見る URL よりもなんだかごちゃごちゃしていますよね。これはいろいろと省略できる部分があるからなんです。例えば Google のトップページはこのような URL になっています。 URL は文字や数字の羅列のように見えますが、それぞれ区分ごとに意味があります。区分ごとに詳しく見てみましょう。まずこの部分は Web ページがどこのサーバーの中にあるのかを示しています。ドメインの配下にはこのように複数のサーバーが属しています。サーバーのことをホストと言います。ホスト名プラスドメイン名でサーバーが特定できるようになっています。ちなみにサーバー1台1台にはそれぞれ IP アドレスという番号が割り当てられています。これはサーバーの住所のようなもので、同じ番号が割り当てられることはありません。世界で唯一の番号です。例えば Google のサーバーの IP アドレスはこの動画の撮影時点ではこのようになっており、これをそのままブラウザーに打ち込んでも同じように Google のトップページが表示されます。しかしユーザーに URL を教えるときに、このような数字形式だととても覚えづらいですよね。そこでこのようにホスト名プラスドメイン名を割り当てて、覚えやすい名前でアクセスできる仕組みになっています。なお、自分でウェブサービスを作る際にも、ドメイン名は好きな名前を付けることができます。ただし、同じドメイン名は世界に一つしか存在できないため、すでに取られているドメイン名を付けることはできません。これを管理しているのがレジストラという会社で、お名前 .com などが有名ですね。自分のドメインを取りたい場合は、こういったレジストラから購入します。先頭の部分はサーバーとの通信手段を指定します。通信手段には通信が暗号化されない HTTP と暗号化通信の HTTPS というものがあります。実際には他にもありますが、とりあえずこれだけ覚えておけば OK です。HTTPS を使うには、SSL 証明書というものをサーバーに設置する必要があります。以前は通常のページは HTTP、 注文ページやクレジット決済ページなど個人情報を入力するページは HTTPS とすることが一般的でしたが、最近では通信が暗号化されない HTTP は推奨されない形になっており、ブラウザーで表示エラーとなる場合もありますので、自分のウェブサービスを作る際は基本的に HTTPS に対応させることを考えておきましょう。 SSL 証明書については別の機会にご説明しようと思います。末尾の数字はサーバーとの通信を行う際のポート番号の指定です。通常は HTTP 通信の場合は80番ポート、 HTTPS 通信の場合は443番ポートを使う決まりになっており、それを使う場合はポート番号の指定を省略できます。 Google の URL にポート番号の指定がないのは443番ポートを使っているということですね。ポート番号は開発用のサーバーなどで特別なポート番号を使う場合のみ指定します。例えばパソコンに ZAMP をセットアップする場合は8080番という特別なポート番号を使います。その次はサーバーの中のどこにあるのかを示しています。ウェブサーバーにはドキュメントルートというフォルダがあり、そのフォルダが最上位の階層になります。例えばドキュメントルートフォルダの中にtest.html というファイルを置いた場合、 URL はこのようになります。ドキュメントルートの下にさらにフォルダを作った場合は URL にもパスとして反映されます。例えばドキュメントルートにプロジェクト1というフォルダを作って、その中に test.html というファイルを置いた場合は URL はこのようになります。このフォルダに test2.html というファイルを置いた場合は URL はこのようになります。なお、ファイル名が index.html または index.php の場合はファイル名の指定を省略できます。例えばドキュメントルートに index.html というファイルを置いた場合は、この URL かこの URL のどちらでもアクセスできます。以上が URL の基本的な構造になります。実際の HTML が置かれている場所と URL の関係性が分かりましたでしょうか。作ったプログラムをどのフォルダーに置くと、どういった URL でアクセスできるのかということをしっかりイメージできるようにしておきましょう。
というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウをお伝えしています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。